キプチョゲ K の2014キプチョゲ K の K ナ、no. ンバーワン940年1月17日隊はケニアの元陸上競技選手である。彼の活躍が他のケニアの選手たちに影響を及ぼし、現在陸上中長距離において一大勢力を誇るケニア対等のきっかけとなった選手である。ケイノは1962年にオーストラリアのバースで開催された。 英連邦大会の3マイルに出場し11位に入ったのが彼のキャリアの始まりである。1964年の東京オリンピックでは5000で5位入賞し1500メートルでは惜しくも決勝進出を逃している。1965年の8月に K のは初挑戦した3000メートルでそれまでの世界記録を6秒以上更新し7分39秒6を達成した。 その後、5000メートルでも、ロンクラークの持っていた世界記録も更新する。1966年は、ジャマイカのキングストンで開催された、英連邦大会で、1マイルと3マイルで、金メダルを獲得。1970年の英連邦大会でも、1500メートルで、金メダル、5000メートルで、銅メダルを獲得している。 1968年のメキシコシティオリンピックでは、1500メートルではアメリカのジムライアントの激闘の上、初めての金メダルを獲得。そして、5000メートルでは病気にもかかわらず銀メダルを獲得した。1972年のミュンヘンオリンピックでも、ケイノは3000メートル障害で金メダルを1500メートルで銀メダルを獲得した。 長脚を生かした伸びやかで柔らかいフォームはエレガントで草原をシックするチーターを思わせ草原のランナーと呼ばれた。現在はケニア西部にある広大な農場で孤児のための慈善団体を運営している。またケニアオリンピック委員会の会長である。この功績により2016年のリオデジャネイロオリンピックの開会式でオリンピック栄誉賞を受賞した。ありがとうございます。